中国は一貫して国際法を遵守し、各国の主権と領土保全を尊重してきました。日本が証拠もないのに中国を非難することに断固反対します。中国外務省は顔に泥を塗ったと日本政府の発表に強く反発しました。過去に我が国領空内で確認されていた特定の気球型の飛行物体については、中国が飛行させた無人偵察用気球と強く推定するに至りました。防衛省は中国政府に対し事実関係の確認を求め、今後このような事態が生じないよう強く求めた上で、領空侵犯は断じて受け入れられないことを申し入れました。領空侵犯に対しては自衛隊法84条の対象となりますが、気球やドローンといった無人機については想定されていません。昨日政府は日本の領空を侵犯した気球を撃墜できるよう武器使用の要件を緩和する方向で検討に入りました。